さらです。はい、編入の問題、過去問、あ、潜在写真を撮ってえ、これ、え、ちょっと待って、はい、はい、じゃあトフル ITP の見せてください。じゃあちょっとまた見れないとちゃんと、まあ、ということで、さあ始まりました、むちゃチャンネル。さあやってまいりました、藤川さんでございます。はい、藤川さんです。はい、私関西に来ること多いので最近は、なんでちょっとやめていくんですけど、はい、いよいよ編入じゃないですか。編入の問題、過去問、はい、過去問を今日もらってきました。あ、今日もらってきたんだ。はい、いよいよ200点で90分なんですね、関西外国語大学の。いや、まあリスニングあってで単語の問題とかがあるんですけど、いや、むずいと思うよ、相当。ああ、やっぱかなり、はい、レベルが高いところに線が引かれてるんですよ。なんで結構厄介か、長文中のやつもそうだし、例えばリンガーとか知ってます？はい、プレステンとかね、はい、あとはインダウェイクオブですね。難しいですね。私は全部総計クラスで教える表現ですね、これ ね全部教える。インダウェイクオブとか絵描いて教えますけど、さてそんな中どうなんですか。一応編入で推薦でいければいいんですけど、うん、はい、推薦でいけなかった場合が、うん、もうこれを受けて、なんだ、受ける必要がある。あ、そうなんだ。じゃあ推薦があったらこれを受けなくていいんだ。はい、でもどうやったらその推薦は受けれるの。推薦は、まあ、英検2級とか、うん、あと TOEIC、TOEFL、うん、何点だっけ、 TOEFL が450、あ、 ITP ね、そしたら ITP の、うん、で、TOEIC がもう450ぐらい。あー、450でいいの？そんな低くていいの？確かそうだったと思う。これが授業で使ってるやつ、うん、TOEFL IT テスト、うん、413 TOEFL IBT だと30何点に当たる。 IELTS だと 3.5、 TOEIC だと400点台、うん、高くないやん。高くない。全然高くないじゃん、そしたら。あ、そうなの。へえー、だから A2 ぐらい、プリエレメンタリーっていうぐらいだそうです。なるほどね。ちょっと450ぐらい、じゃあ取らないと、ね、取ってよ、それぐらいだったら。だって全然こっちの方がむずいよ、そんな。 A2 レベルなんかよりはるかに高いですよ、この編入試験の方が。はい、あらら、そうなの。だってさ、分からんでしょ、これ。何か言うか分かんないです。 Major sanctions on the country will be lifted as part of an agreement with the EU。さあ、どれ。このリフトの意味は。あ、リフトの意味を答えてください。そう、わかんないです。いやいやいや、 MB ですか。違います。 A です。 Removed ですね。はい、まあじゃあこれの問題多分今やっても全然解けないと思うんで、まあ英検レベルで英検11ぐらいの単語、まあここが必要かな。なんで、まあこの辺は私は後でじゃあ撮影して自分用に撮ります。お願いします。はい、あ、トフルテスト、A 単語3800。 A 単語3800？ あ、はい、これが単語テストが毎週あって、はい、めっちゃ簡単です。最初の方めちゃめちゃ簡単、見なかったことにしよう。え、これ、え、ちょっと待って、はい、3800をここに書いてあるわけじゃないの、こんな薄々だから。3800のうちのランク1か。あー、はいはい、ランク1ですね。だからこれはこの前受けたんですね。まあまあ、めちゃめちゃ簡単な試験。コマースとかさ、スタッフイバブイエイトとかさ、恥ずかしすぎるよね。選択肢あるし。はい、はい、簡単すぎますかは。はい、なるほどね。でもさ、でも前回ほらね、撮影した時、あれ東京で撮ったと思うんだけど、はい、その時にいやいや、僕まだまだ話あるんでっつってたのは、面白い話まだまだあるんでっつってたのは何だったの。僕まだまだ面白い話いっぱいありますからっつって。ああ、そう言ってましたね。そんな、それは何なんですか、まだまだ出てくるって。何、携帯から出てくるの。いや、何、写真出てくるの。ちょっと何、この前演劇、ああ言ってたね、演劇言ってたね、うん、でまたあるんですよ、実は。はいはい、で 7月9日に、はい、ATC ホールっていうところで、うん、また演劇をやるんですけど、うん、その潜在写真を撮ってきて。これはさ、でも言っていいの、それやるって。だからさ、あ、そう、また良くないんかい。あ、でもじゃあもう舞台の言う、だから言っときな、主催者にリンクをこれ貼ってあげるから。
あ、まだリンクはできてないらしい。できてないの？もったいない。ATC ホール。あ、こっちか。え、1枚しかないの？いや、ありますよ。その洗剤自体はないんだ。出来上がったものまで来てない。出来上がったものがないんですね。なるほどね。洗剤写真。ああいう。え、なんでだよ。めっちゃおもろい。という感じで洗剤写真を撮ったわけですね。はい。え、それ俳優用にってこと？俳優用っていうか。何用なの？演劇用です、ね。演劇用の洗剤写真とかあるんだ。よくわかんないけど、まあまあまあ、それで。じゃあ4月9日にまたやるということで。はい、あります。会いに見に行けると思いますんで。何ホールって言った ATC ホール ATC ホール大阪の港の、はい、ところです。おー、そうなんですね。そちらでやるっていうことで。でも勉強はでもトイックをやってるわけでしょ。勉強英検もだって2級取んなきゃっつってたから。はい、2級やってこれもやって、うん、で演劇はでも今、うん、あんま手出してない。あんま手出してない。とりあえず英検2級のトイックはどんな感じで勉強してんの？トイックはこういう参考書やってるとか。ああ、あったっけ。あ、持ってきてない。いや、何やってんの？あれですこれじゃわからない。あれです、言われても。なんかやってます。なんかやってますじゃわからんわ。昨日やったんだよな。単語帳とかやってんの？あ、単語帳は、うん、あの赤いやつ。赤いやつ。トイックのじゃないってこと？トイックのキーフレームにちょっとやってはいるんですよ。あの、キーフレームと別に、うん、あったっけ。フジパーク出てこない。はい。タイトル。調べる。単語帳の名前ってこと。赤い、赤いじゃ分かる。3900、何だっけ。単語帳？データベース。データベース。ああ、データベースだね。赤いやつ。3900だっけ。3000。白と赤のやつね。はいはいはい、はい、あ、データベースもやってると。で、あとは？あと、過去問の。トイックに過去問はないんだわ。過去問じゃないのか。あとはあれだもん、薬の。リーディング教本ある。はい、薬の先生の。薬の先生って何かと。見ない先生ね。見ない先生のリーディング教本やってんだ。へえ。あ、構文取れるようにってことね。そういう勉強してるわけね。なるほどね。薬の先生なんだ薬ってって思った。見ない先生のやつね。はいはいはい。すいません、あの手の声ですね。日本語もちょっと怪しいんで、はい、中学レベルの漢字の語彙力も今上げて。ああ、なるほど。漢字もやってんだね今。はい。ああ、公式問題集じゃん。9。あ、これあれじゃないんですよ。過去問はないから、トイックに。あの、まあ韓国で売ってるけど。なるほどね。過去問だと思ってました。過去問じゃないです、これは。うん、こういうのを今やってると。ちんちゃん、この、はい、トフル結果が。ああ、それはトフル ITP。 僕はあのトフルがなぜか413点取れた、うん、取れたことがあって1回だけ。ほんと？見せますよ。ありますよ。お、今日は早いね。でもこれ奇跡なんですよね。多分あのラポートから見れるのか。ちょっとまた見れないと。ちゃんとこれは見れないことはないんで。うん、はい、じゃあトフル ITP の見せてください。じゃあ、はい、トフル ITP のその結果を。はい、一番良かったやつがですね、これですかね。はい、トーク第9回。まあいいじゃん、普通これ普通に。こんなに受けたの、トフル ITP。 はい、めっちゃ受けてるやん。いや、でもこれ全然受けてない方ですよ。5回受けてるやん。この4月に受けて9月に受けてなんで、うん、結構幅が。なるほど。じゃあ幅はあるけど、まあまあまあ353367413403373ということで。はい、もう全然覚えてないからあれですけど、ただまあ A2 レベルなんだね。はい、じゃあちょっと次回はいつ受けるとか決まってんの？また結果見せろやって言われるわけです。6月17ですか。6月17ですね。まあ、次こそは開示、開示を、はい、お願いします。次こそは、はい、ということで、これもまたさ、探してる時間がめっちゃ長かったからカットしたらめっちゃ短い動画になったかもしれない。すいません。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーチン。